ありがとう。めっちゃラッキーないけど、めっちゃラッキーな。ナイスさん、こんばんは。ナイスさん、こんばんは。ごめんね。遅くなっちゃった。いや、これ、ちょっと言い訳させて。言い訳させて。あのですね、朝日奈のライブが終わったじゃないですか。ライブが終わったんですよ。で、帰るじゃないですか、まあ、横浜から。横浜から帰るんですけど、電車がですね電車がなくてですね、びっくりしたんですけど、朝日奈も、はい、びっくりしたんですよ朝日奈も。この前はあったんですけど、ちょっとなんかもう、なんかいろんなところでなんかその遅延してるとかいう話は聞いてたんですけど、電車がですねなくて歩きました。はい、横浜から行けるところまで行って歩きました。じゃあこんな時間になってしまって本当に申し訳ない。足パンパンやで、ほんま。今朝朝日奈さん、こんばんは。今朝お疲れ。やぶしさん、寝落ちから目覚めた。あらひめゆみちゃんに走ってみた。いや危ない。いや、よかった。サイドポーニー手がとても動く。そうだろう、長いうちしかサイドポーニーできひんなと思って今日サイドポーニーにしてみました。でも今日アイドルキャンプさんのね情報が出たから、28日が今のところ最後なんじゃないかなと思ってます。ワンマンライブでできるんだったら、そう、ワンマンが最後なんですけど、もしかしたらワンマンライブは髪の毛が長かろうが短かろうがウィッグ被るかもしれない。フラグわからんよ、朝日奈たちもほんまにわからんの。当日どんな感じになるのか。前回万歳一家集結みたいな、10月万歳一家集結みたいな書いてるから、もしかしての、もしかしての、そのミュージックビデオの万歳一家が出るのかなみたいな。であれってなるとウィッグかもしれんから、じゃあ最終の朝日奈の長い髪を見れるのは28日が最後になるんじゃないかなと思って。先生起きてよかった。みんな夜更かししてるの、それとも朝日奈の配信を待っててくれたの。まあでも寝ていいよ、ほんまに。もう寝ながら寝た方がいいよ。逆に寝た方がいい。もうこの時間に起きてんのすごいね、ありがたいけど話してくれるのは。もうなんか朝日奈が心配になるわ。あ、終電長い。そうなんですよ、びっくりしました。朝日奈も、うん、改めて横浜遠いなーって思って。福岡ばあ、福岡ばあさん、防戦の人身事故甘えて。そうね、防戦のね、ほんまにそれ。所長、そうなんだ、お疲れ様でした。お疲れ。え、歩いたの？そう、歩いたの。そう、電車のなんか見合わせとか遅延とかあったやん。でそれでなんか路線帰り道どうしようってなって調べて帰ってみたら、なんか思いのほか電車がなくてなんかこううまく帰れんくて、そう、あら、もう電車ないわと思って。でもこれ歩くしかないやん、そんな。だってさ、ねえ、そんな明日も朝あるのにさ、でホテルに泊まるようなそんなお金も持ち合わせてないしさ、そう、こんなことなると思ってないから。でタクシーに乗るにもそんなお金持ち合わせてないからさやばいやばいと思って、これはもう歩くしかないと思って。でもさ、いやいや、ありがとう。でも短い楽しみすぎて頭抱える準備ができて、おわお。でもどうやるか分かんないよ。まあ確実に丸くはなるよ。まさゆみちゃん、こんばんは。珍しく遅いの。そうなの。いや、歩いたの。ライブ終わったやん。で、ありがとう、気をつけて帰ってねって言って。まあメンバーたちも急いでこう着替えてね。そう。で、運転がどうちゃらこうちゃらとか、遅延とかいう情報は聞いてたけど、まあワンちゃんなんか、どんな感じ、なんか、何かしらの経路で帰れるやろうって思ってて、あざいな。そう、なんか、何本かこう帰れる道あるやん、やっぱ。帰れるやろって思って。うん。で、帰ったら、今帰ってきた。びっくりした。2時、2時。あざいな、何時間歩いてんのみたいな状態、ほんまに。だって11時くらいにはもう体感しなあかんくて、11時でしょ？で、日付超えたわーって思って。日付超えたわーって思って。まあ、横浜から行けるところまで行って、でも電車ないことに発覚して、でも歩くしかないなっつって、
めっちゃ歩いたこれあのなんやろな、もうなんか歩くの大好き人間みたいになってた真夜中の。そうだからもうワンちゃん考えたもん、もうあの帰り道に配信した方がめちゃ長く話せるんじゃないかなって思った。もうそれ夜遅いからさ、そんな車通りとかも少ないやないですか。まあ大きい道路とかは車ねちょこちょこであるけどさ、そう寂しくなるしさ。でもさやっぱさなんかあんまねこの時間になんかあの外から配信してるのもなんかあれかなと思って、うん、頑張ってお家に3時までに着こうと思って、あのライブの新衣装やらなんやらかんやらが輝いて、そうライブの荷物置いて頑張って帰ってきましたわ。もう足がパンパンですわ。かさん呼びちゃん今日ありがとう。こちらこそありがとう。ほんまにかさんね、お隣さんのなんかどうこうどうこうがありつつ来てくれてありがたかった。9時間だからこそ見れててありがたいな。あ、なるほどね、逆にこの時間やから見れる人もおるのね。ちょっとさなんかさすっごいさ これでいいのかな。なんかさこれが隠れるのちょっとあれだよね。あんま隠れてほしくないな。これはもうちょっとこっち行けばいいのかなこれをねもっとねずらせれたらいいんだけどね。そうもうこれくっつっちゃってるからねずらせれないんだよね。みゆちゃん、なんちゃらひださん、みゆちゃんおはよう。まだリマンもしてない。リマン、あ、そうなの。え、リマンさんでもそろそろ銭湯寝てんのか、寝落ちしちゃってんのかな。リマンさん、コメ誤送信連発した。ごめん、誤送信連発したの。コメコメント、おお、そうなの。電車電車、え、そうほんまさ電車大変大変、もうなんかあの逃した瞬間って大変。若崎さん、髪が長かろうが短かろうが坊主になろうが、そうだよそうだよ。突然のコメントびっくりしてるけど、ゆちさこばさ、ゆちさこばさ、いつも起きてるよ4時くらい。え、めちゃ起きてるやん、夜行性なのあなた。でも朝日奈もそんくらいまで起きちゃう、なんかその次の日が遅かったら。ゆちさん待ってたのありがとう、ごめんな朝日奈。そのみんなが待ってくれてる間朝日奈必死に沿線沿いを帰ってたよ。沿線沿いをあ、違う、沿線沿いって言ったらあの電車沿いになっちゃうけど、え、そう頑張って帰ってた。 Google さんにお世話になって。 How are you? I'm fine. 6時くらいに起きるけど、ええ、ショートスリッパーなわけじゃないでしょ。クーさん、ゆみこばちゃん、こんばんは。ゆみちゃん、俺ちゃんと帰れてよかった。え、よかった、ほんまにね。クーさんも遠いからね、ほんまタクシーっていう手段もあんで。そうだよ、でもアザイナはそんな悪評さ、そんなさ、あのこんなことになると思ってないからさ、持ち合わせてないわけですよ、そんなお金なんか。うん、ホテルに泊まるお金なんか、タクシーに乗るお金なんか持ち合わせてないわけで、もうね、貧乏人さんは歩くしかないわよ。電車遅延情報を見落として終電逃して1時間ほど歩いてさっき帰宅した。もちろん明日、もちろん明日、もちろん明日。え、でもそう、ほんまにね、そんな感じ、ほんまに。朝日奈も今帰ってきた。だからあのケロリンと同じ感じよ、ほんまに。いや、電車遅延情報は見逃してはないけど、それはさりげなく聞いてはおったけど、いや朝日奈もあのあながちそんな感じ、ほんまに。なんかあの、え、電車、え、ないやんもうみたいなここまで来たけど電車ないやんみたいな、そんな感じ。でも一応配信継続時間までに配信が始まってよかった。そうね、ほんまによかったよかった、間に合って。いや、もう間に合わせる気も、もうすごい、もう途中もうやばいやばい、いやもうほんまによかったと思って。ちょっと交通費かけないために歩く、佐伯吉さんと。そうだよ、ほんまにそんな感じ。もう交通費ってなっちゃうからね。トルさん、のび太くん上空客席にユーミン外して投げそうだから、まあ OK です。でも私ね、そんなに怖いのそれ。なんかミュージックビデオの、 あの裏話で、ミュージックビデオの撮影をね、こうね、あのなんていうの、こうジュリオくんと、あのボー愛理ちゃんとユーミンのそのソロで踊ってみたいなやつがあったので、こうやって踊ってて、アザイナね、なんかジャッキンナムジャンパンってグッって振り向いてやった時にウィッグガーンって動いて、あのもう万歳一家の皆さんと愛理ちゃんとジュリオさんは
あの一同ねこのカメラの後ろから見て見守ってくれてたから、もうみんな爆笑ガーンってほんまにアニメみたいにあのウィッグがガーンって最後振り向いてあのポーズ決まったと思ったら、それと同時にウィッグがガーンって回転して、もうなんかすごいことになってからそうガーン回転でボドってウィッグが落ちて、あのこう固定している髪の毛がさらけ出されるっていうね、すんごい面白いハプニングがあったからそうなの、そういう時のに限って誰もね撮ってなかった。なんかそのミュージックビデオの撮影風景みたいなのはあのちょくちょく撮ってくれてたので、メンバーがその映らない時にメンバーがそれぞれ撮ってくれてたんだけど、そんなことになると思ってないやん。だから誰も撮ってなくて、その時のカメラをだからみんなのあの頭脳に焼きつけられる映像みたいな感じ、ほんまにそうめっちゃ面白かった。あれカメラ撮っとけばよかったとかってめっちゃみんなとも言っとったもん。そう、ゆびちゃんボブカットだったらおさらばするかも。え、そうなの、まうさん。え、なんでなんで、ボブカットだったらおさらばするの。でもさ短くなったらボブになるくない。え、まうさんボブは嫌いなの。え、でもさ、じゃあさボブにならへんかったらいいの。ボブとさなんかそのミディアムわからんね。うん、分からんかも。なんでマウさん髪の毛伸びるから、伸びるからおさらばとかやっとって。ゆめちゃんな、ノーさん、ノーちゃんの、どっちノーさん、ゆめちゃん構えない。2時間31分43秒ぐらい歩いてたやん。いや、めっちゃ詳しいやん、めっちゃ詳しいやん。2時間31分43秒ぐらい、すごい細かいところまで、まあそんくらいでも歩いてたかもしれんね、朝日奈。そう、今日は会えてよかった。カツさんね、ほんまにこちらこうウォーキングおちか、そうほんまにもう大変、あんなに歩くの なんかもう広いなと思った。街って広いなと思った。無事に帰宅できてよかった。ゆかさんでもね、ほんまにまあ朝日奈を誘拐されてもね、こうね護身術でね。ゆびちゃんこんばんさ、髪型ショートボブやったらおさらばするかも。そう、あ、よかった。もうちょっとさ、まうさんさ、ほんまにこれこのそのまうさんのこの前のさおさらばするかもで何も書いてないのが、ほんまにまうさんに心臓ドキッとするからやめて。髪の毛伸びるから切っても、まさか俺のぼやき見てたとは思わないんだ。え、見てるよ。大丈夫かなと思って、そんな大変な中来てくれてありがとうと思って。むひろさんこんばんさ、初見なの。むひろさん、竹野寺さん、こばおきありがとう。こちらこそ、竹野寺さん。ありがとう。めっちゃ嬉しかった、朝日奈。会えんのと思って。もう飛び起きるよ。あ、飛び起きるっていうか、起きてたっけ。歩いて帰った。そうなの、歩いて帰ったの。もう12キロ2時間半くらいかけて歩いた。どんくらい歩いたやろ、朝日奈。どんくらい歩いたやろね。いや、でも一個言うのは、あかんね。帰れる帰れるって思ってたらあかんね。一応こうあの注意深くしとかんといけんね。特に横浜の10時半終わりは朝日奈ちょっと危険かもしれないフラグだわ。だからね、まあ、チッタはさ28日にあるやん、チッタ。だからチッタはね、まだ早い時間やからいけるかもしれんけどね。ほんまにびっくりした。そんな終電間際でさ遅延とかさ見合わせやらさ、なんかそのそんないっぱいいろんな路線で帰る手段奪われると思ってないから、そうないのみたいな、どうにかして帰られへんのと思って。だいたい2時間くらいかな、寝てるのは。そうなん。そ、ね、寝てる気ある、それ。寝たわーって思う。朝日奈もう絶対足りへん、そんな。手伝い仕事行く。バーナちゃん、ほんまにそれ倒れちゃうから、ほんま寝て、寝てほしい、ほんまに。朝日奈からのお願い。ということで、遅かったけどライブお疲れ様。お疲れ、ありがとう。そう、順序がすごい比喩的な感じになってるね。統治法みたいな。今日ステージに誰かの髪飾り白いモコモコ落ちて、そうなの。じゃあ朝日奈もなんか白いモコモコポンって落ちてて、なんかこの髪飾りのポンポンが落ちたんやと思ったの。だからうわやばと思って、しかもさタイミングがさジャンピンナップジャパン始まるぐらいやっけ。で
あとでそのこれメンバーが落としたるなと思って誰のですかって聞いて、あの見たらそのゴムにポンポンがついてるから、あのここのリボンについてるポンポンじゃなかったの。てかあれ誰かって、も今日さ新衣装って髪飾りは統一やから、あのポンポンの髪飾りをつけてる人になるともう足軽ジャパンとかになるんやけど、えしかもなんか突如として結構さゼロポジションにあのポンポン落ちてたやん。え誰と思って、4曲目のゼロポジションにポンポンが落ちてたの。でもここのポンポンじゃないの明らか、あのゴムにポンポンがついてるみたいな、ちょっと茶色めのポンポンがついなんか4つぐらいついてるゴム、ヘアゴムで、てかだえ誰のみたいな、なんでジャンピンのなんで4曲目の時に突如として現れたんやろと思って、あのポンポン、そうだからよく分かってない、あれ誰なんやろね。しかもセンスがないの時は誰かのヘアゴム拾ったんね、あの自撮りのけても重要ないしのとこで誰かのヘアゴム見けたの、誰かのヘアゴム落ちてると思って、じゃあその後にメイさんもヘアゴム見つけてたらしくって、そうだから今日のあのバンザイジャパンのステージで拾った落とし物、朝比奈のヘアゴム、メイさんのヘアゴム、朝比奈のポンポンもう落としまくりやと思って、だからでも前のアイドルさんのやつなのかで、ポンポンは4曲目に突如としてゼロポジションに現れたからバンザイジャパンのやと思うねんけど、でも誰か分からんのよねあれ、ほんまに忙しい時は1週間くらい1日30分制、えそれは死んじゃうよその動画見て、そうやの、あれ誰も撮ってないの、ウィッグがずれたやつ、ラトゥーさんこんばんは、ラトゥーさんウィッグ怖ーって、そうウィッグがねすごかったよあれ、本番用の撮影カメラに入ってない、え入ってんのかな、いや入ってるかもしれん、でももうなくなったでしょ編集で、うん、いや多分本番用の撮影カメラには入ってるかもしれん、うん、朝日奈のウィッグがこう動いたやつ大爆笑やね、ウィッグ回しコントであるやつやん、それ美味しい、とっておいしそう意図せずな、やっぱ関西人は持ってんのかなと思って、それともしは定番のつかみそうミディアムやったらレアかな、肉ならね、あ違う違う違う、お肉の焼き加減じゃないのそれ、うん、鉄板のあの厚さでちょっと焼けちゃうねみたいな、のーちゃんね、あのーちゃんのーちゃんやったのね、なんかアバターが違うからのーちゃんなのかなと、わいも短くてもほめ短くなったらやめちゃんも楽しい、そうだからあの28日が長い髪最終日かもしれんから28日は朝日奈これをやろうって、長髪ひなさん最終日はこれをやろうっていうのはもう決めてるのでお楽しみに、もう決めてる、でも大体みんな想像つくでしょ、ロングでしかできひん部屋ってなった、アカウントが変わった、あなるほどねそういうことか、でポチャッコ、これポチャッコ、ポチャッコ指針や指針、下に面が落ちても堂々と拾って装着するまでがコントですね、めちゃ美味しいほんまにグリーンボトッと落ちて、しかもさ朝日のさその決めポーズでさ振り返ってクッてやった時に、あのだからあのねこうであのなんだっけ頑張ろうぜジャパンってやった時にウィッグがグルンと落ちてポロッと落ちたから、このあのなんていうのこれウィッグの中の地毛こうなんかあのまとめてる髪の毛でこの状態でウィッグがポンと落ちてる状態だからもう爆笑だよね、うん、想像してみて、そう本人はだってもう決まったって感じでさやってるこの感じやのに、もうあの髪の毛があの束ねられてるウィッグの下の部屋になってて、ウィッグがグラマーってポロッと落ちてるから、こうあの落ちてるウィッグとこの朝日奈めっちゃ面白かったあれやっほーやカムロさんやっほー、マシャさんランネーから終電が早くて、えそうなん、えそれつらい、ま、でもまあ確かに駅員さんも寝た方がいい、それはすごい思う、うん、例年から終電早くなるのはやっぱ駅員さんも寝た方がいいから、あのそれは思うんやけど、あのちょっとねやっぱりでもね、あのあれかな、北朝鮮的にはあのね終電の把握はちゃんと自分でやっとかんとなって思う次第でございます。ちょっとあこのくらいでいいのかな、ちょっとこのさこのマイライブ2人は動員したいっていう、そう
ていうのがねあるからね、ちょっとこれをねこう提示しときたいが、あ、わかった。え、じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、これをさ逆にさこうしたらいいの？ぽちゃ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 の座布団さん、ここにいたいの？ここでいい？どう？これでいい感じ？あ、いいやん。え、すっごいいいよこれ。コメントも読めるし、ネガティブにやってればよしっていう。まあ、短い朝日奈を見たことある人はもう足軽ジャパンから応援してくれてる方とかやと思うしね。うん、短い朝日奈はみんな好いてくれるかな。ワンマン行けなそうだから絶対行こう。あ、そうなんね、ワンマン行けなそうなんや。でもね、その分ちった来れるんやったらね、来てくれたら嬉しいなと思う。そう、28日が実質ね長い髪で出演できる最後の日やからね。また朝日奈さんが髪の毛切った頃に会いに行きますね。太陽の字さん待ってるね。でも長髪ひなとあの短いひな見たからもういいやって思わんでね、その後も朝日奈は会いたいよ。22日で別れなきゃいけないメンバー他にもいたってことなのね。そう、あの実質ね、あ、でも今日は特別特殊やと思う。今日は特殊よだって朝日奈本来やったら帰れるもん、22時半でも23時ぐらいでも帰れるからさ。そうだからね、いやびっくりした今日は。いや、まさかさ、そのさ朝日奈のさ帰り道に影響するようなものがさ影響してると思ってないやん。うん、朝日奈そう、なんか遅延してるとか見合わせしてるっていう話は聞いてたけど、大概大体想像つくやん。そのなんていうの、どこ、横須賀線とか、なんかそのなんていうの、こうな、あんま大きい声で言うんやけど、こうコアな感じのとこが結構遅延してるのかなって思ってたの朝日奈。まさかね、そんなね、朝日奈の帰り道にあの影響しちゃう感じのね、びっくりした。パタちゃんマスカナお願いさ、そうお願いだからもう寝てほんまに。これマサさんなの？マサさんなの？例えると長い電車の各駅で和歌山から難波まで1時間で行けると思ってたから大間違いやからねすごい叱られた叱られた。そうね、確かにね、和歌山から難波はちょっとね、ちょっと遠いかもしれない。謎のポンポン、そう、謎のポンポン、あれほんまに誰のポンポンと思って、今日の読みの徒歩で帰る時の話で例えるとね。あ、なるほどねすごい例えてくれてありがとう。そう、ほんまになんか電車のさ駅と駅の間ってまあそれぞれの感覚がある。だそれこそね、山手とかやったらさ、だって渋谷から原宿とかさ15分ぐらい歩けばいいやん。そうね、各駅によって違うからね。まさかのスリジエさん、え、そうなのかな、スリジエさんなのかな。そう、謎のポンポン、あれでもだって4曲目突如として現れたんよ。だって別に3曲目までのセンスがないであんなポンポン見てないもん朝日奈。うん、で誰の突如として4曲目の時にポンポン現れたから誰のポンポンやろうと思って。大丈夫、パン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 渡したらパンパンにパンパンに、お願いのこともポンポン、あ、ロマジの13だ。そうそうそう、しゃれたいとこと。てか、大名さんのポンポン。大名さん、ポンポン飛ばしちゃいけんよ。センスがないでね、こう、あのセンス渡されへんから、飛ばしちゃえみたいな。ポチャコ。え、やっぱポチャコよね。指針やで、ポチャコ。ほら、ここもポチャコやもん。あ、見えへんか、これ。座布団ポチャコな。もうちょっとこれ下にすればいいのか。ほら、ポチャコ。あ、見えへんね。それみたいに、ちょうまげか。ちょうまげ、ちょうまげはちょっとなー。やめてないで、執行やから一応。ちょまげはちょっと収まらせになっちゃうからね、それ。そうそう、今更やけど、今日は久々にジャムすんで、ユミのツッコミ待ち。ジャムすんでやったら帰って、ユミのツッコミ終わり。いつもなら時たまのツイッターやったけど、明日休み朝からブレイクよ。あ、そうやね。明日休み、もう休んだ方がいいよ、そのアングル。OK、爆笑。いや、よかったっけ。足軽の時短かったっけ。足軽ジャパン入りたての頃短かったよ。入りたての頃。足軽ジャパンに入ってから
あの伸ばし始めてるから、そう張り立ての頃短かったよほんまに。え、無逆やった今から。そう張り立ての頃あのめっちゃ明るい髪色のめっちゃ短い髪型やったから、そう今はね黒髪の、黒髪っていうか暗い髪色の長髪やけど、そうでも足長さだけ足軽ジャパンになるかな。髪色は明るくしません。髪色は暗いままです。ちっと仕事休みだから時間にも今日見たくきれいになること。あ、そうだね、よかったよかった。もうねあの勝さんの隣にあのだからあのお酒とかねちょっとあの癖の強い方がちょっとあの座りにならないことを願っとくわ。その日はパイイエーイ、テンション上げてこうぜ。パリパリポパリポパリパリ、あ、そっか名前書いてから始める。そうだよ、びっくりした。せやまさから、あ、そうなん、なんでそんな本名みたいになったの。びっくりした朝日奈、若月さんって誰やろうって思って、初めて。でも初見さんでもないよな、名前だって初見って書いてないもんなと思って。物販って1列並ぶんですか、それともメンバーごとですか。初歩的な質問すみません。はるさん、え、あのねメンバーごとじゃないです。全然物販は1列に並んでます。であのバンズジャパンは人数が多いから、あの物販の係をそれぞれ分担してるんですね。だからあのその日の受付列を整列する係があるので、その、 あの受付列こう並んでとか言ってくれるから、その子が、そうだからその通りに並んでもらって、順番にその受付をする係のメンバーが受付を順番に前からしていくので、そう、それであの自分の名前と取りたいメンバーの名前で、なんかあの欲しいグッズとかね他にもあればそれも一緒に言ってもらって、でそのままあの紙を受け取って、まだまだ並んでます。であの運営さんしかちょっとお金扱えないので、運営さんのねところまで、だから一番最初の列になったらあの運営さんに紙渡してお金払って、で次チキ列っていうところがあるの。チキ列っていうところに並びます。そうお金払ったらもうチキ列っていうところに並びます。でこう順番にあのチキを取ってくれるメンバーがおるから、こう順番にねこうまた列並んで、こう自分の順番が来たらあのその取る場所に行って、じゃあその取りたいメンバーが、だから例えば朝比奈やったら、朝比奈がその待ってたら来るから、そう一緒に取って、でそこであの喋れます。そうそんな感じです。そんな感じ。朝比奈じゃない、バンザジャパンのレギュレーションはこんな感じ。いいよいいよ、なんかわからなかったらねぜひ聞いてほしいよほんまに。まひろさん、結局そのポンポンはどこに行ったんですか。あ、そのポンポンはあの楽屋。そうあのあなたたちも物販の準備をしなあかんかったから、あのでメイさんもヘアゴムをね拾ってたから、そうあと安全ピンとかもめちゃ落ちてたから、まあ安全ピンはバンザイジャパンやろうなって思うから大抵。そう新衣装はねなかなかやっぱね、あのボタンついてるけどちょっとボタンが合わなかったりするから、自分たちで安全ピンで留めたりしてんの。あと帯とかもねほどけやすいから、あの安全ピンで留めたりしてんだけど、そう安全ピンとヘアゴムとそのポンポンが落ちたから、でちょっと物販準備もあるから、あのここに置いとくから、あの落とした人取ってってみたいな。でアザイナはちょっとね、あの着替えるところ、カバン置いてるところがちょっと離れたから、あのその後ポンポンがどうなったのか分からんけど、そうみんな最初足が、そうですね、あのそれこそメイさんとかジュリアさんとか最初の方のバンザイジャパンメンバーはあの足軽ジャパン制度っていうのなかったんですけど、マリアさんあたりかな、コマさんマリアさんぐらいの時から足軽ジャパンっていうのができて、あの候補生っていうのができて、今はそうみんなどんだけ他のアイドルグループから点あの入ってきてくれても、まずは足軽ジャパンからやって、そうで今はねバンザイジャパンメンバーと一緒に足軽ジャパンも出てるんですけど、それこそしおりさんたちの代、しおりさん、あゆみさん、いつきさん、れなさんたちの代とかゆうみたちの代はあの足軽ジャパンっていうライブがありました。そうバンザイジャパンのライブは出なくて、足軽ジャパンっていうスケジュールが組まれてました。そう、そうそうそう、だからバンザイジャパンメンバーと一緒にライブに出るってなった時にはもう入って数ヶ月も経ってる時で、
え、バンザイジャパン、え、先輩たちと同じライブに出るんですかみたいなくらいやった。逆にそう、もうド緊張ですよ。先輩たちと一緒のライブに出る、バンザイジャパンのライブに足換えジャパンも出演しますって なる時もうド緊張ですよ、ほんまに。えっ、みたいな。そうだよ、みんな今はね、足換えジャパンからです。何気に今日的な明日横浜によって、あ、そうなん、なんて、でも明日は横浜はおらへんな、朝日な。あー、初期ちょい茶髪やった。そうよ、初期だから、あの髪色はもう踊らんけど、ね、髪の長さは、あ、懐かしいって思うかもしれん。時間が早いと癖の強い方は少ない。そうね、時間がちょっと遅めやとね、やっぱりね、帰宅ラッシュの時間とかもあるからね。レッドさん、取りたいメンバーが決まっていなければ受付係に名前を聞いてその子の名前を書けば OK。 あ、そうそうそう、ありがとうラルトさん。そうそう、誰と撮ろうみたいな気持ちなかったら、じゃああなたとみたいな方もね、結構いらっしゃったりするし、もちろんね、初めて行くとかで名前がわからんかったら、例えば頭にリボンつけてる子とか、あの髪型してる子とか、今喋ってる子とか今チキ取ってる子とか、そう指さしてくれたら、あ、あの子ねみたいな、わかるから。本名近い名前にしたね。マザ S58 の前から自分が出す芸名ならこれって決め、あ、なるほどね。じゃあ若さんでいい？若すぎマサさんだから。え、でもマサさんがいいの？でもマサさんね、最近バンザイジャパンのね、あのファンの方にマサさんが多くなってきたの。そう、で若さんでいいんじゃない？若さんで、若すぎマサさんやから若さんでいいよ。そっちを取るのかみたいな。あと受付係にファンのあだ名を聞くことも忘れないことも大事。あ、そうね、あだ名ね。あ、そうそうそう、運営さんとかこう見返して分かる名前を書かんといけんから。そうだから、例えばアサイナーが個人的に呼んでる名前やったら、なんか逆に他のメンバーからしたら、え、これ誰ってなっちゃうから。そう、その時はちゃんとね、なんて言うんだろう、多く使ってるファンネームを書くことが多いけど。丁寧にありがとうね、間違いうち行けると思う、参考になりました。あ、よかったよかったね。でも分からなかったらまた聞いてくれたらね、教えると思う、メンバー誰でも。自分の本名から一文字取ってこの目に、あ、なるほど、そうなのね。アリちゃん早かったね。アリちゃん早かった、アリちゃん早かった。ラトさん、ゆうべさて、あ、でもアリちゃんよりさやちゃんが早いのかな。一番早いってなると、マリアさんとかコマさんの代なんですけど、まあ足軽ジャパンが結成された瞬間の時ですよ。それがだいたい5ヶ月ぐらいで昇格してるから。でもさやちゃんも結構早かったかな。そういうと朝日奈たちは、朝日奈たちとかしおりさんたちの代はだいたい8ヶ月ぐらいで昇格してるんですけど、そうね、さやちゃんとかマイカちゃん、え、マイカちゃんまで言うて月日は経ってるか。いや、そう、早かった、そこら辺は。ゆみさんって年長だから勝手に初期からだと思ってた。違うんだよ、浅井な、アイドルは全然あれよ、ペーペーよ。その前女優やってたからね、浅井な。そうなの、女優やってたから、女優タレントの道を歩んでアイドルさんになってるから。ハローさん、ハローさん、ありがとうございます。そう、俺の場合は普通に受付係必ず取るように決めて。そうなんや、ライトさん。じゃあ浅井なが受付せんとね。はるさん、いやいや、これからも何気にゆみちゃんのお供として応援し、お供、きびだんごあげるね。呼び名何でもええよ、岡でもええし、まさでも、みやびでも。え、でもみやびかっこいいよね、この名前で。だってみやびって書くもんね。え、でわざいなはもう若さんでいいかな。若さんで、ゆみな好きね、若さんにした。若すぎ、これみやびなの、本当はみやびなの、これどっちも読めるけど。でも、もしかしてのマサさんかなと思ってマサって呼んだけど、みやびの方やった呼び方。ユーミン女優は初、え、そうなの。え、あさりね、結構女優やってたよ、バリバリ女優やってたよ。花咲舞は黙ってないって知ってる？アンさんのドラマ、あれにさりげなく出てたりとか、アメバ TV に出たりとか
そう、舞台ありがたいことにね、主役でさせていただいたりとか、そう、結構あざいながっつり女優名やってましたよ。最初はアリちゃんが受付係でアリちゃんと撮りたいと思って1枚だけだったけど、あ、そうなのね。ゆみちゃんのサイドポニー、ほんまにありがとう。え、サイドポニーの確率上がっちゃうやん。でも短くなるからサイドポニーもうできひんやん。そう、サイドポニーね、よかった人気で。そう、この子もね、サイドポニーで。こんばんざい、ゆみさん、こんばんざい。あ、でももうそろそろね、終わっちゃうよ。ちょっと短めにね。もうこんな深夜やから、ちょっと、あ、花前出てたんや。そうよ、さりげなくね、さりげなく出てた。花咲舞、ほう。そう、結構だってあれもね、花咲舞ってね、がっつりドラマやもんね。そう、さりげなく出てたんです。あと何やっけ、名前忘れちゃった。科捜研じゃなくて、なんかそういう感じのやつとかに出たりしてました。ほな、次はちょまぎ。いや、ちょまぎはやばい。ちょんまげはちょっとやめて。お相撲さんになっちゃうからね。断髪式みたいな。短くなったらどんな感じの髪型になる。ねえ、朝日奈もほんまに想像できひん。でも一個言うと、朝日奈結構、でもボブさ、バンザイジャパンメンバー多いから、ボブにはあんまやりたくないなーっていう気はすごいしてるの。ボブになったらボブ増えちゃうやん。バンザイジャパンメンバーボブがめっちゃ多いから、ボブ増えちゃうなと思って、それ以外はいいなと思うけど、それ以外になるとほんまにもうストーンって感じになっちゃうからね。うん、科捜研の科捜、え、なんかさ、捜査ファイルみたいななかったっけ、なんかあのドラマ、捜査ファイルみたいな、え、なんかあれに出てたりし、科捜研じゃないと思う、なんか捜査ファイルかなんかに出てた。ドラマの時の芸名も、そうだよ、ドラマの時の芸名も朝日奈由美だよ。だから朝日奈由美は、あの、あれですよ。それこそ、朝日奈由美さんは、長いですよ。トリさん、ワンマンの最後に断髪式ですね。いつもの先輩が、スペシャルフィッシュ。やば、それはやめて。ちゃんとヘアドネーションに加入してる美容室でやらせて。うん。あの2回目3回目とかやったらね、まだあのあれなんやけど、ちょ、1回目やから、初めてヘアドネーションやから、しかも2年半ぐらい伸ばしてるから、ちょっとね、あの失敗したくないな。それで、あ、30センチないまま切っちゃったみたいな、だからもともともヘアドネーションにも提供できひんくなっちゃうからさ。ソフトクリームの方、髪型の、よいしょ、どこぞのマダムですか、それ。どこぞのマダムですか、それ。操作ファイルわかるよ。マジか。あ、操作ファイルわかる。あ、あるよね。なんか操作ファイルのやつ。そう、あれに出てました。狙わなくていいけど、芸歴何年？芸歴？いや、そんなさ、そこさ、よくわかってないの。なんか、芸能界に初めて入ったのは中学校2年生なのね。でも、そこで大阪の養成所におって、で、高校1年生で一回辞めたの、その養成所。で、あの19歳の時に大学行ってたけど、19歳の時大学辞めて東京上京してスクール通って芸能活動してるから、だから何年なんやろね、改めて数えると、運年になる。うん、改めて数えると結構長いんじゃないかなとは思う。いろんな道をたどってるけどね、その分女優やったりタレントやったり。そう、遺留捜査、遺留捜査、いや多分捜査ファイルってやつだと思う。ビジェって全員芸名で年齢も非公開。え、違うよ、年齢もちろん言ってる人もいれば、全然本名でやってる人もいれば、全然おる。そんな、僕はさ、お団子部屋とかそれか、お台場部屋、いや通天閣部屋、なかなか今日から俺はになっちゃう。今日からうちはみたいな。え、ありがとう、ガクさん。だるま。ヘッドネーションの髪もらうのは俺や。俺、頭頂部薄くなってるから。ごめんな、カツさん。カツさん、ヘアドネーション18歳未満の子供たちに提供されるの。カツさんは大人でしょ？ん？
ね、子供たちに提供されるから。そうなの、ごめんな、めぐりめぐってくつさんのもの行くかな。あざなって一人称自然に言うから本名かと思ってました。ああ、あざいな、そう、もう本名でもいいけどねでもほんまにそうなの、もはやなんかさ、朝日投げになってるからね。うん、お母さんも朝日投げって言ってるから。うちも声優の養成所行ってたわ、懐かしい。あ、そうなん、声優めっちゃいいや。声優の子たち、なんかちょうどね、朝日奈ぐらいからあの声優の子たちがアイドル活動を頻繁にし始めてって。そう、その時はなんか、え、声優さんがアイドル活動やってんのみたいな感じやってんけど、今はねもう当たり前のように声優さんがアイドル活動やってるからね。夢の中、え、バレた、え、そうだよ、なんかアザイナさ、いやごめん、一個言っていい、いやずっと歩いてたやん、ずっと歩、だからライブ終わってずっと歩いてるってどういうことだと思う、聞きたいこれはそうね、言うてそんなあれですよ、そんな頻繁にねコンビニがあるわけでもなくて、ライブが終わってやっと帰ってきたわけですよ。で配信やってるわけですよ。どういうことやと思う、もういいかなと思って、まあ朝になるし後々と思って。まさか藤崎姉妹が芸名だとは思わなかった。あー、藤崎姉妹さんね、もうそれはでも本人たちのやつやからね、朝になはどこ、それは お答えできませんよ。若さん勝手にタイムキーパーただいま、え、ありがとう、でも王さんありがとう、そう、喋りすぎちゃうからタイムキーパー必要なの、朝日奈の配信だからみんなよろしくね、タイムキーパー、今何時やみたいな、そう、もうやばい、こんな時間や、終わろうって言ってこうやって喋ってるでしょ。そうなの、朝日奈いつもそうなの、ほら短め配信って書いてあるのに全然短くないの、朝日奈の短いのはなんかもうほんまにどんくらいなのってなるくらい、ええのか、そう、ええの、ええの、うんうん、おなってんの、え、そう、ほんまにアイドルさんやり始める声優さんが多いから飯食べに疲れたってこと、そう、もうね、なんかもういいかなって思う、もう足パンパンやしと思って、でも食べてへんって感じ。あのね、そう、ライブ前にあのなんか食べななと思って、なんかレモンパンみたいなのを食べたけど、そう、お風呂も入って、いや違う違う、これでお風呂入っとったらびっくりするし、どこにどこを洗い流したのってなるから、うん、メイクも髪型もそのままよ、ほんまに。ライブ終わった後よ、これクラ吐きしとく、ゆみちゃん俺のガチ好みど真ん中、え、ありがとう、髪切ってもそう言ってくれることを願っとくわ、ほんまに髪切って嫌わんとってね、みんな。でも皆さん寝る言いながらゲームしません、バレた、え、そう、ふみさんのあのさ、ふみさんがさ23時間配信この前やってやん、であれでさ、ふと電話来てさ、そう、あれでなんかね、何してんのって、朝になんか夜中にゲームしてることがバレるっていう、今何時って、親父漢字3時、え、でもそうやん、ほんまにそうやん、ワンピースの3時とかそういう次元じゃなくてほんまに3時やん、これやばじゃあ終わろね、終わろ、みんなね、日付変わってワンマンまで残る9日になったよ。ワンマンのカウントダウン動画をね見て、一人でもなんかワンマンライブ行ってみようかなって思ってくれる方が増えるといいなと思って、じゃあそんなこんなで終わりますわ、朝日奈、いいよ、え、それはいいゲームだから徹夜すればよかそう、ほんまになんか教えられることあるよね、それ。お姉ちゃんがさ、すっごいご了承されてさ、 A3 そうで、もうやってみてるけど、すごいね、朝日奈も俳優活動もやってたからさ、やっぱ推し、なんか、あ、確かにってこうね、心に刺さることもあるよ。言うと ANN が終了の時間3時になるよ。 ANN がす、あら、髪型イケメンだよ、よかサーズか、アンダーテール、アンダーテール、アンダーテール、低い、低いテール、はい、お疲れ様、お疲れ、ありがとう。スマブラちょっとやろうか、え、スマブラやりたいね、スイッチ全然やってないわ、朝日奈スイッチだから、スプラトゥーンとかスマブラとか全然できてないわ。髪染めるの、短くしたら、え、髪は染めへんと思う、あの染めても暗くすると思う、あの染め直す方やと思う。え、そしたらまたね、あ、おさまつさん、え、おさまつさんみたい、ご中さんもみたいし、親ゆめ、親ゆめ、親ひな、バイバーイ、みんなもね早くね、でも3時よほんまに、じゃあね、ありがとう、またね、会いに来てね、ライブ近くは24日、みんなね
会いに来てくれたら嬉しいなって思う。マダイナ予約さんが少ないから。え、白髪入ってきた、白髪入ってきたの、それどこの情報それ。いや、染め直すって、染め直すイコールそういうわけじゃないわ、それな、おばあちゃんやっちゃう。じゃあね、どの辺の時間やったやろ、気になるけど。女優民はね、女優民はぜひまたどっかの機会でも演技したいよね、演技好きやから演技したいけどね。ご中佐3期ブルームやっけね、ブルーム。じゃあね、親ひな暖かくして寝てね。こら、若さん最後にダジャレをぶっ込むんじゃないよ。それでおやすみ、ありがとう、バイバイ。夜中